本来カメラの構造上、そこに存在しない物体が映ることはありえない。霊が持つ精神のエネルギーはシャッターが切られた瞬間、カメラに何らかの作用を及ぼし、そこに様々な像を結ぶ。大半の霊は草や木、煙などそこにある物体の形を借りて心霊写真に現れる。花火の煙が人の顔を形作っている。これは赤ん坊を抱いた女性の先祖霊だ。煙の形を借りて現れ、墓参りを催促している。修学旅行で訪れた寺、そこで撮影された写真は手ぶれで画面がぼけた。だが霊の存在は確認できる。うっそうと茂る木々の枝葉を刈り、鬼の形相で出現した顔。これはどこにでもいる浮遊霊だ。撮影者とは関係のない霊がただ映ってしまっただけなので心配はいらない。不思議な光や影などが映り込んでしまった場合、その大半は撮影ミスと考えられる。この写真には特別問題はない、単純な撮影ミスだ。だが時に霊的存在がミスを起こさせる場合もある。下の方に見える紫の光、これは撮影時に入った光線だ。しかしこの写真には赤ん坊の霊が存在している。撮影ミスを誘うことにより自らの発光を訴えている。この写真には自爆霊が出ている。だが赤ん坊を中心に先祖霊が取り囲んでいるので悪影響はない。右半分を斜めに横断する白い光の帯、これ自体は何かの映り込みと思われる。だがこの帯の中に浮遊霊が張り付いている。いたずら心を持った浮遊霊なので、事故や喧嘩に巻き込まれないよう気をつけた方がいい。人体の一部が消失してしまった写真の場合、これは霊の持つエネルギーがかなり強い。それは霊が訴えようとするメッセージの力が強いということでもある。この3枚は極めて短期間の間に撮影された。写っているのは全て同じ子供である。3枚とも体の一部が消えている。この写真では右腕がない。これも右腕が消えてしまっている。この写真では右足が、この子供には武士の霊が守護霊としてついている。守護霊はよく体の一部を消して警告を発するが、この場合はそうではない。供養を求める先祖がいて、その影響で手足が消えてしまったらしい。そうすることにより心霊写真は不安を感じた撮影者の手から、さまざまな経過を経て霊能力者の手に渡り、霊の言葉は撮影者に伝わることになる。すべて偶然ではない、先祖霊の必死の企てである。どれだけ恐ろしげに見えても、そこには霊的要因が見当たらない場合もある。
燃える炎の中に浮かび上がる顔、非常に不気味な写真である。だがこの写真から霊的なものは何も得ることができない。これは燃える切り株がたまたまそのように見えるだけだ。少女たちの顔にダブるあるはずのない景色、まるで SF 映画のワンシーンのように渦を巻く地面。これらの写真は二重録音か、もしくは撮影した時の手ぶれと考えられる。子供が二人で撮ったプリクラ、二人の顔の間にもう一つの顔が見える。だがこれは実在の人物の顔だと宋優子は鑑定した。もちろんいずれの写真にも目には見えないが霊は存在している。霊的要因がないということは、そこにいる人々と霊との間に関係がないということである。